ぱり今ちょっと大切なメッセージ話す前に、今までちょっとここ数日私に会ったことを話しよったんだけど、これからの活動のほんまにベースになるようなアイディアやひらめきとか、そういうものがどん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 出てきよるいい時なのに、古いものがバーンってすんごい、それを不安に、自分が不安になるようなことがバーンってこう現実はやってきよるよ、来たいよっていう話をちょっとしよったんだけどさ、でなんでこれが来るんかっていうことでさ、私はしきりにこれチェックじゃけとは言おったけど、チェックにしても結構でかい感じなんよねと思ってさ、なんなんかなと思うよってさ。でもその絶対それに負けちゃいけん、これでもうチェックなんじゃけど、もうほんまにラスボスチェックみたいな感じじゃけ、お試しもお試しのええとこ、もう絶対これで屈しちゃいけん、もうこれで絶対そっちにもうこれでもかみたいな最後が来とるみたいな感じなんよ。ほんまにちょっとでも不安な要素があるとさ、もうこれはこっちに行かせてもらえんぐらいの結構なエネルギーで戻されるなと思ったんだけど、今土とね、土のエネルギーって、そう昔のエネルギーと風のエネルギーと今共存しとるんだけど、今からこの風の方に向かっていくけ、もう絶対これに引っ張られちゃいけんの、絶対に。ここで絶対そうじゃない、別の突破口があるけんね。でもう私これ自分でなんとかするって無理だわと思ったよ昨日。実はもうこれちょっと自分で考えてももう拉致があかん、答えが出んわと思って、私昨日ずっとね、宇宙さんに助けてください、わかりません、助けてくださいってずっと私が昨日ね、ずっと言い続けて寝たんよ、実は私。助けてくださいってずっと言おったら、すごいなんかね、お知らせが来てね、古い自分の過去からの延長線上で未来を捉えないでくださいっていうメッセージだったよね。ほんで、その今の現状はどんなにそういう風にエネルギーがぶつかり合うとようなものが今どんなに来ても、自分を妨げていくようなものが来たとしても、それに絶対にそこに意識を合わさないでくださいっていうメッセージだったよね。で、とにかくそれは今の自分がどうにかできるものではないと知ってください。もうこれからそれは必ず解消していくものだから、そこに焦点を当てて、そこで負のエネルギーが生まれるような、そういう自分になら、決してならないでくださいっていう、そのメッセージが来てね。で、それよりも今から明確なビジョン、これからあなたが叶えたいものに対して明確なビジョンっていうものを、そっち側を考えてくださいっていうメッセージだったよ。ロジカルにしかもちゃんと考えてくださいっていうメッセージだったよ。なんかこうぼんやりじゃなくて、こうなりたいなじゃなくて、こないだから言いよるように私が基礎をこれから作るよって言っとったけど、まさにそこを考えなきゃいけん時が来たって感じなんよ。自分を不安にするようなところに意識を向けるんじゃなくって、それよりも今自分が信じているものをやればそっちを勝手に解消していくっていう感覚で、とにかく今自分が信じているこっちに向かいたいと思っているものに対しての方のビジョンのそっちを具現化していくっていうか、そっちをより計画を立てていくっていうか、そっちに目を向けてくださいっていうメッセージが来たんよ。じゃけそこで負のエネルギーにわどうしようか、ほいじゃあこういう問題が来るけ、うわどうしよう、ほいじゃあ、じゃあそのことについて解決するにはどうせねえけんのんじゃろうかって考えるっていうことは、こっちの解決方法についてを考えとることになるじゃん、わかりますか。自分にとって今不安な出来事が起こっています、でもやりたいことはこっちですなんじゃけど、でもここが今目の前で不安、こうしてくれみたいなのが来とる、じゃあこれを解決するためにどうしようかって考えるってことは、こっちの方のビジョンを考えることになるの、わかりますか。なんかそうじゃないじゃん、あなたがやりたいことはこっち側じゃけ、こっち側のビジョンについてをにとにかくフォーカスして考える、ビジョンを考える、計画を立てるのはこっちってことでございます。その選択を間違えないでって感じなんでございますよ。じゃあかといって、じゃあこれをほったらかしてええんかって言ったら、そうじゃないかもしれんけど、今やるべきことは、これについての解決策の先には未来はないっていうことですよ。だけ新しいこれからやろうとしとることに対して必要なのは、この過去から脱却すること、こっち側のビジョンを考えること、そっちの方が大事っていうことでございますよ。そうすることによって、こっちを勝手に解消するっていう感じよ。で、昨日が新月だったんだけど、昨日の新月って水瓶座新月でさ、この水瓶座の新月ってめちゃめちゃちょっとね、私パワフルだと思うよ。結構ね、エネルギー影響がでかいと思うとって、
それをね、やっぱり後押しするかのように、実は今日からね、全ての天体惑星が全部巡行するんよ。スムーズに行くってこと。この時期っていうのが今日から始まってる。今日から皆さん全惑星10天体が巡行しとるのが今日から始まって、なんとね4月の20日まで続くらしいよ。3ヶ月間。ほんじゃけこの巡行期間っていうのは、要はスムーズにその天体からの後押しのエネルギーがスムーズに降り注がれるって感じ。だけど物事がスムーズに後押し、追い風みたいな感じ、追い風。何かをやろうと思う人たちのすごい後押しされとる。だけど神様で言うと龍神がついとる時みたいな感じかもしれないね。物事がすごく早くスムーズに、思ったよりも早く進むみたいなね、時なんでございます。じゃけそんな時こそなのに、そんな時こそ本当に自分がやりたいことの方のビジョンのためにエネルギーを注ぐ必要があるわけなんよ。でもそんな、そうさせんために、そういう不安にさせるような解決性みたいな、こっち見ろみたいなさ、古いものたちがこうやってバッて来るみたいなさ、でそれでなんかでこっちと向き合って、わじゃあこれどうしようかみたいにしようったら、ものすごくもったいないの分かりますか。そこをちゃんと解決するためにもこっち頑張りますみたいなぐらいの勢い、ほんでとにかくこっち側を考えていくことが今絶対的に必要でございます。ほんでとにかくパイプユニッシュしてねって言ったじゃん。パイプユニッシュ、つまりを取って、どうって3月からどうって来るけって言ったけど、この 3月からどころじゃなく、もうこの今日ぐらいからどんどん来だす感じよ。下手したら3月からまた大きなね、その変化は来るんだけど、宇宙元旦とかその時も来るけど、もうとっとと来るよ。もうこれほんまにもうこの今日以降2月に入ってからももうどんどん来だすけんね。どんどん、ほんだけちょっと不安はとにかく徹底的に手放して、もう過去から切り離って新しいところに おるっていうことがすごい大切。ほいでもう一個言うのは、あのね、どういうんかね、今のうちに、この3ヶ月のうちに、皆さん、この3ヶ月のうちに、これからの計画をもう立てる。歯車を回しとくって感じ。